続いてね、山川明さんによります、はい、パールワンライナー入門になります。坂本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、入ってます。もしもし、あ、入ってる。はい、よろしくお願いいたします。今日ワンライナー入門の話をさせていただきます。でちょっと自己紹介からさせていただきます。と坂本明と申します。ツイッターのアカウントが坂本アンスコ、明アンスコでやってまして、で経歴なんですけど、もともとがブラック企業で働いてまして、で次に株式会社グミっていう、あの最近ちょっと有名になった8兆円の会社で働いていて、で最近直近だとフリーカート株式会社じゃない、株式会社フリーカートで広告配信システムの仕事をさせていただいております。はい、じゃあ次いきます。じゃあ先にトークの説明だけしていこうと思います。でまず最初に、まあ、便利ですよっていう紹介から始めて、でハンズオンで触っていただくという段取りにしようと思っています。で一通り触っていただいた後、最後に、まあ、ワンライナーだとこんな仕事が向いてるんじゃないのっていう僕なりの考えを述べさせていただこうと思っております。で最後、余った時間とかで、あの最近こういう仕事をこういうふうにやっつけましたっていう例をお見せできればと思っています。であと今日 Windows の動作未検証ですね、そちらだけご了承ください。はい、はい、パールワンライナー便利ですねということで今日参りました。でどう便利なのっていう話なんですけれども、まあ、手軽に1行だけ書けるけど、かなりいろんな処理がさせれますよっていうことと、あと1行だけ書く分にはそこまで学習曲線が急じゃなくて覚えやすいのかなと。で結構学習コストに見合ってすぐ黒字が出る技術なんじゃないのかなと思っております。そうですね、パールワンライナーを使う人がもっと増えたらなということで、今日このトークを応募する動機になっております。よろしければ使ってみてください。次に、なんで便利なんですかっていう説明をしていきます。で、パールの得意分野を使い倒している技術だと思っております。で、パールの得意分野いろいろあると思うんですけど、一つにテキストデータ相手に書き捨てのスクリプトを書くっていう、この仕事だと大変なポテンシャルを発揮すると思ってまして、結構いろんな言語あると思うんですけど、このテキストデータ相手に書き捨てで書くっていうんだと、まあ、向こう10年ぐらいは無敵なんじゃないのかなと僕は思ってます。で結構もうライバルが現れなそうなところなんで、なんか陳腐化もしなそうでいいかなと思ってます。じゃあ次に、なんで得意なのっていう説明ですね。まあ、正規表現の機能は、まあ、大変強力ですねっていうのがあって、まあ、テキストデータ上だとこれすごい強い武器になってまして、であと2個目、言語仕様的に便利な特殊変数とか構文が揃っていて、まあ、こういうことをさせたいんですよっていうのが簡潔に表現できる言語になっているからですね。であと1行でもパールがパールなので、あのシーパモジュール持ってきたりとか、そういうズルができてしまうというところで、この辺の分野だと作業すごい楽に、楽をさせてくれると思います。あ、で結構普通に僕はウェブの今仕事をしてるんですけれども、ウェブの仕事をしてるとテキストデータ相手の仕事っていうのがすごい多いと思っていて、僕の場合だと結構外部の会社とデータ連携したりとかする仕事が多かったりするんで、まあ、HTML 読んだりとか CSV の形式がちゃんと合ってるかっていうのを見たりとかですね。であとは調査対応とかで、まあ、LTSV とか JSON の中を見に行かなきゃいけないと、そういうような時も役に立ちますね。でここまでの話をまとめますと、まあ、テキストデータ相手に書き捨てるんならパールの得意分野なんで使うといいですよっていうのと、で覚えやすくて強力なんで学習コスト的にはすぐ黒字化しますねと、うん、
で覚えておくと得しますよっていうところが今のところのまとめでございます。はい、じゃあ早速使ってみましょうということで、ハンズオンなので手元で使っていただけるようにリポジトリを用意しております。で、YAPC のこのトークのページからちょっとリポジトリとこの発表資料をリンクつけてますんで、今ちょっとやりますね。こちらのページって皆さん開けます？じゃあ下の方にリンクがくっつけてありまして、ここからこちらのスライドとちょっと今手元で試していただくリポジトリのリンクをつけてあります。ちょっと今手元でやってみます。準備って大丈夫なんでしょうかね。ちょっとすいません、なんか緊張しちゃってまして、だいぶ辛いんですが、次行ってしまおうかと思います。すいません。まあもうなんかちょっと大丈夫な想定でもう次行っちゃいます。すいません、ありがとうございます。では早速使ってみようと思います。でまずグレップ代わりに使ってみようと思います。で、あれですね。クローンしたリポジトリの中に iosapnamestsv っていうファイルが入ってると思うんで、そこからまずゾンビって言葉が入ってるものをグレップしてみましょうかというのをやってます。で、結構いろいろおまじないがついちゃってるんですけれども、次のスライドで解説するんで、まずちょっと実行してみようと思います。まあ、こんな感じですね。一応ちゃんと目的の言葉が取れてそうという感じですね。でこれ今何やったかっていうのを説明を次でしていきます。じゃあ順番にしていきます。まず N オプションなんですけれども、これつけると1行ずつ処理するモードになります。で読み込んだ行がダラアンスコっていう変数に入るという挙動に入るオプションです。で L オプションっていうのが開業周りを処理してくれるよというもので、で E オプションっていうのはこれ eval なので引数をスクリプト扱いしてくださいねというオプションになっています。でこの NLE っていうので1行ずつ処理して次の命令をやってちょうだいというようなオプションになってます。でスクリプトの中身説明していくと、正狂言リテラルのこのゾンビっていうのが、これデフォルトだとダラアンスコにマッチングさせるっていう挙動になります。でマッチングしたらプリントしてねっていうような順番になっておりますと。でプリントも引数省いてるんですけど、これもまた省いた場合ダラアンスコがプリントされるという挙動になります。でちょっと動作イメージをつけてきました。まず1行ずつ読み込んでダラアンスコ入れますよと。で開業文字処理しますよと。でゾンビにダラアンスコマッチングさせて、で結果が死んだったら出力してくださいねと。1行でだいたいこんぐらい作業してくれると。開業されない。あ、そうっすね、鋭いご意見ありがとうございます。そうっすね、一応これは動作イメージで、実際にやってるのが実際に、すいません、ちょっとじゃあ何が起こったのかっていうのをちょっとやってまいりますね。どっかのか
ちょっとあの後でまた、はい、ちゃんとやるんで大丈夫です。すみません。ちょっとエロオプションのおかげで出力に改行がついたりとかしてるんですね。でなんかちょっと分かりにくいかなと思って省いちゃいました。すみません。ちょっとよろしいですか。すみません。はい、じゃあ次いきます。はい、とりあえずグレープガーニー使ってみましたと。このままだとグレープの方が便利なのでもうちょっと違う例を説明していこうと思います。でメタ文字とか特殊変数を使ってみましょうねっていうのを次叩いていただきます。で DEXJP っていうのが僕が運営しているマジック・ザ・ギャザリングのサイトです。でそこから HTML 取ってきて URL だけ持ってこようという処理をさせようと思います。一応こんな感じのサイト。ちなみにマジック・ザ・ギャザリングやったことある方ってどんぐらいいらっしゃいますか。今結構やってる方っています。はい、ありがとうございます。まあこんな感じのサイトをやってるんですけれども、ここから HTML 取ってきて仕事をさせます。で HTML だけだとこんな感じ、まあ本当に名前 HTML 出てきますねと。でワンライナーにやらしてみるとこんな感じで、ちょっと見にくい、1行に1レコードずつ URL が入ってきましたよという感じになります。でこれもまた何したのっていうのを説明していきます。オプションの NLE っていうのをさっき説明したので、スクリプトの中身だけ軽く説明していくと、まあ、正規語源当ててカッコつけてキャプチャーしたので、キャプチャーした文字がこのダラ1に入るっていう処理になるんですね。でスラッシュ S っていうのは空白以外にマッチするメタ文字ですと。パスとかに当てるときに便利なやつですね。でこの辺はさっきと一緒で、マッチしたらマッチしたこの指定した部分だけ出力しますよと、そういう挙動になります。これも動作イメージつけておきました。まあパイプで HTML 渡されたのを1行ずつ読み込んでダラーに入れて、でも改行位置を切って正規語源当てて、でキャプチャーして当たった部分だけ出力しましょうと。はい、こんな感じになってます。で URL エンコードされている部分がさっきちょっとよく分からない感じになってたと思うんで、これをデコードしてみようと思います。こんな感じでちょっとパーセントエンコーディングされちゃってる、分かんないところを分かるようにしましょうという話ですね。でここら辺は一緒で、ここら辺もまあ大体一緒で、この辺におまじないがいろいろついてると。かわいい。こんな感じで最近のスタンドデッキが出るようになりましたと、見れるようになりましたという感じですね。はい、あ、大丈夫です。で今何をしたのかっていう説明をしていきます。で、まあ、I オプションっていうので、まあ、Lib 以下のモジュールをユーズできるようにしますねというのと、この大文字の M オプションっていうのがモジュールオプションで、 URI エンコードのこの関数を持ってくると、この関数をインポートできるようにするという命令で、
で実際さっき抜き出したところに関数を当てて出力したと。でなので、まあ、見れるようになりましたと。そんだけの話でございます。はい。で実はハンズオンはこれでおしまいなんですけど、一応動作イメージつけております。まあ、ユーズしてて1行ずつ読んで、でデコードして出力するという感じですね。はい。で一番よく使う機能を使う順番にだけ紹介しました。ちょっとボリューム少なくなっちゃったんですけれども、他にもワンライナー使うときすごい便利なもの、死ぬほど便利なのがあるんで、その辺はちょっとまたこの辺りリンクを載っけておいてあります。はい。で、はい、で最後にワンライナーってどんな仕事させるときに都合がいいのっていうのをちょっとまとめておきます。で僕が思うにテキストデータ相手の仕事で、まあ、正規表現とかで文字列を抽出して、抽出したデータに関数とかクラスとか当てるっていうのならパールワンライナーが得意なことなんじゃないのかなと。このフレームの中だと、まあ、だいぶ楽ができるようになってると思っていて、ちょっとこれ抽象的なんで具体的には、まあ、例えばサイトマップ XML っていうテキストファイルからURL の文字列を抽出して、で LWP に渡してステータスコードが200以外のものだけ出力ねとか、そういうような命令とかですね、例えばですけれども。はい。はい。すいません、以上でございます。この機会にぜひ使ってみてください。で、ミニマルパールっていう本に大体、まあ、今日話した内容の詳しいところが書いてありますので、そちら気になる方参照していただければと思います。で、ここからおまけですね。で、最近業務上ワンライナーで何とかしたっていう例をちょっといくつか紹介しようと思います。なんかもっといいの絶対あると思うんで、なんか最近俺はこういうのやったよっていうのあったら、多分この場所がこのハッシュタグなんですよね。で、こちらに放り込んでいただければなと思っています。はい。まあ、最近っていうか、まあ、一昨日ぐらいですね。で、流れが速いログがちょっとやばいっていうので、まあ、定例 F してても流れが速すぎて、なんかきついよと、出力を絞りたいよという時に、ランド関数がすごい使いやすかったですね。でこれ 0.5 だと、まあ、50% になってくれるとかなんで、まあ、この数値調整すると速度が調整できたりします。はい。じゃあ次で、これも先週とかの話なんですけど、 Google のボットが来た時にしか発言しない不具合がありそうなんで、 Google のボットがどんぐらいの割合できてるのか知りたいと。でこれも、まあ、アクセスログの中にこのブラウザディテクト当てるとできるなっていうのでなんとかしました。で集計は相当ユニクシー任せでしたね。普通に ブラウザディテクト読み込んでアクセスの URL だけ当たるような正規表現を書いて、でそれを引数に渡してインスタンス化してロボットだけ出力してもらうというようなことをやったりしました。はい。じゃあ次また行きます。でスクリプトタグの中身だけ見たいっていうのはちょっと前にありまして、結構タグを埋めてもらうことがよくあったりするんですけど、そこだけ見たいなと、スクリプトの部分だけ見たいよと。でフリップフロップ演算子っていうのはあってですねあって、ドットドット2つか3つかで囲むと、この1個目の正規表現に当たってから2個目に当たるのの間だけあの true が返るような演算子ですね。でその間だけ出力してくださいねってなるんで、ちょっとこれだけやります。まあ、こんな感じでスクリプトの中身だけ
出ますというところでございました。はい、まだいくつかあるんですけれども、ちょっと一旦時間なので質問の時間で大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは会場の方から質問ありましたら、大丈夫です。ワンライナーってめっちゃデバッグとかだるいと思うんですけど、なんかその辺ってやっぱ神通力でやるしかないんですかね。ワンライナーのデバッグが大変だけど、神通力でなんとかするしかないのか。で、そうっすね、デバッグが大変になった時点で多分僕はあまり神通力がないので、もうスクリプトにしちゃった方が多分いいような状態になるので、あ、もうなんかデバッグしなきゃいけないほどたくさん処理書いてるなってなったら、神通力ない場合はもうスクリプトにされるのが良くて、そうですね、神通力ある場合はそれでやられるのがいいと、そういう感じだと思います。よろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問誰かいらっしゃいますでしょうか。だいぶ、じゃあ前に、ワンライナー書くにあたって R 以外の言語の選択肢みたいなのってあったりしないですか。ワンライナー書くときパール以外の選択肢があるかってことですか。多分オークとか Ruby とかでも書けるっちゃ書けるとは思うんですけれども、まあ、僕 Ruby はあまり触ったことがないのでちょっと分かんないとして、まあ、オークでも書けると思いますね。そうですね、まあ、なんかシーパーの関数読んできたりとかするとすごい楽になったりとかするんで、そういうので、まあ、パール使う方が便利だったりしますね。あとは僕結構あんまりいろんなことを覚えられないんで、なんか多くの方を覚えるよりもパールでいろいろ覚えて学習コストを下げてるような、そんなところがございます。よろしいですか。 LLU で他に Python とか覚えたんですけど、 Python はいかがですか。 Python はちょっとインデントとかありがとうございます。パールのワンライナーを書くときに、なんかお気に入りのシーパーモジュールとかございますか、はい、こういうのをよく使うとか。パールのワンライナーを書くときに、お気に入りのシーパーモジュールがあるかですね。URL でこうエンコードがやっぱ一番多い気がしますね。あの辺が見えなくて不便っていうのが多いのと、あとはなんかシャーワンを取ったりとかするときにいつも呼んでくる、なんだっけな、なんかシャーワン呼べる関数持ってきたりとか使わせていただいたりしておりますね。あとなんだろう、この発表の練習のやつばっかりでした。
やっぱでも、タイム、そうっすね、なんか 0.1 秒だけスリープしたりとか、刺したりとかしたくて、なんかテイル F みたいなことがしたくて、0.1 秒ずつスリープさせて流したりとか、あとは、まあ、あとこいつっすね、こいつは、こっちだと、ちょっとよくわかんない感じ。あと XML シンプルとかを使ってなんか HTML もらってきてそこから欲しいのだけ出したりとかそういうことしたりしてます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。あと4分なんかもう一つ事例。あ、いや、大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫かなって思いますね。一応手元で皆さん見れると思うんで。そうっすね。最近、まあ大丈夫っすね。はい。ありがとうございます。大丈夫ということなので、終わらせていただきます。鴨さんでした。ありがとうございました。